まず今週はリスナーの方から怒りのメールを頂戴しておりますので、ご紹介しましょう。また本当の発言を私いたしましたでしょうか。あの解説の時打順を間違えてなんかものすごく隣のアナウンサーに睨まれたという記憶がございます、そんなことではございません。バンドさん、葛飾区のラジオネーム背番号03からいただきました。ありがとうございます。甲子園の高校野球が始まる前、坂東さんがこの番組で開会式では選手やプラカードを持つ女子生徒のために関係者の挨拶はやめるべきだと警告したにもかかわらず、大会委員長、文部科学副大臣、高野連会長のスピーチで20分近くも費やしました。その影響からか女子生徒が一人倒れて病院に運ばれました。来年は100回記念で出場校も増えます。その分時間もかかります。元高校球児の坂東さんからぜひ無駄な挨拶をやめさせてください。我々はそんな挨拶よりも球児のプレーが見たいんです、とおメールをいただきました。いやいや、私が別に文句言ってるわけじゃなくて、常識がないというだけの話でございます。常識がない、長々とね、特に炎天下で、おそらく儀式というか格好ばっかりをつけてるんで、式典としてのね、でも順番に各、地区大会を勝ち抜いてきた学校出てくるわけで、全部出るまではかなりこれまず時間かかりますね。かかります、それよりも女子高生の皆さん方はやっぱり辛いですよ。そんな炎天下でなくって女子校で運動部の人たちでしょうけども、やっぱりね、朝から晩まで練習してるね、あんまり頭使わずにも監督の言いなりでそれとはもう随分違いますんで、今回はね、今年の大会でも北北海道代表滝川西高校の先導役として、プラカードを持ってこう勤めていた女子生徒さんが突然倒れる騒動が発生しました。そうでした、で両肩を支えられてグラウンドを外に連れ出されると、すぐに代わりの女子生徒の方がプラカードを持って式典は進行したんですが、開会式後大会本部は熱中症のような症状でしたが救護室でしばらく休養した後回復しました、念のため病院に行きましたと発表しております。おっさんになると分からんのですよ。それも代理みたいなのが来てね、偉そうに上上がる必要ないですよ、もう拍手して、あ、よう頑張ったねっていうところに並んどき、始めから最後までグラウンドにですね、己たちが倒れるはずですよ。実際にずっと立ちっぱなしだったら、もうそれは僕ね、非常識だと思いますね。それで大会会長のもうね、それも紋切りのというか書いてあるやつを読むわけですから、それはもう僕本当に、ほんなら高校野球でもそうですけども、もう一回もう一回って書いてある通りに野球やらせたらいいじゃないですか。もうぶっつけ本番でそのまま生でやるわけですから、特にトーナメントですから、プロ野球のように明日があるっていうことじゃないですか。だからその辺のところをどうか皆さん方もこれから叱咤していただいて、高校野球というものを改革していくね、ところが、これ教育の現場でもありますからね。そうですね、高校生のね、主役の大会ですからね、どうぞ、間違いのないようにしていただきたいですね。背番号03メールをありがとうございました。ありがとうございました。偉そうに上上がる必要ないですよ、もう拍手して、あ、よう頑張ったねっていうところに並んどき、始めから最後までグラウンドにですね、己たちが倒れるはずですよ。実際にずっと立ちっぱなしだったら、もうそれは僕ね、非常識だと思いますね。それで大会会長のもうね、それも紋切りのというか書いてあるやつを読むわけですから、それはもう僕本当に、ほんなら高校野球でもそうですけども、もう一回もう一回って書いてある通りに野球やらせたらいいじゃないですか。もうぶっつけ本番でそのまま生でやるわけですから、特にトーナメント、まず今週はリスナーの方から怒りのメールを頂戴しておりますので、ご紹介しましょう。また本当の発言を私いたしましたでしょうか。解説の時打順を間違えてなんかものすごく隣のアナウンサーに睨まれたという記憶がございます。そんなことではございません。坂東さん、葛飾区のラジオネーム背番号03からいただきました。ありがとうございます。甲子園の高校野球が始まる前、坂東さんがこの番組で開会式では選手やプラカードを持つ女子生徒のために関係者の挨拶はやめるべきだと警告したにもかかわらず、大会委員長、文部科学副大臣、高野連会長のスピーチで20分近くも費やしました。その影響からか女子生徒が一人倒れて病院に運ばれました。来年は100回記念で出場校も増えます。その分時間もかかります。元高校球児の坂東さんからぜひ無駄な挨拶をやめさせてください。我々はそんな挨拶よりも球児のプレーが見たいんです、と
おメールをいただきました。いやいや、私が別に文句言ってるわけじゃなくて、はい、常識がないというだけの話でございます。常識がない、はい、長々とね、はい、特に炎天下で、はい、ね、おそらく儀式というか格好ばっかりをつけてるんで、式典としてのね、はい、まあ、でも、ね、こう順番に各、うん、ね、はい、地区大会を勝ち抜いてきた学校出てくるわけで、はい、全部出るまではかなりこれまず時間かかりますね。かかります、それよりも女子高生の皆さん方はやっぱり辛いですよ。そんな炎天下でなくって女子校で運動部の人たちでしょうけども、やっぱりね、朝から晩まで練習してるね、あんまり頭使わずにも監督の言いなりでそれとはもう随分違いますんで、今回はね、今年の大会でも北北海道代表滝川西高校の先導役として、はい、プラカードを持ってこう勤めていた女子生徒さんが突然倒れる騒動が発生しました。はい、そうでした、はい、で両肩を支えられてグラウンドを外に連れ出されると、すぐに代わりの女子生徒の方がプラカードを持って式典は進行したんですが、開会式後大会本部は熱中症のような症状でしたが救護室でしばらく休養した後回復しました、念のため病院に行きましたと発表しております。おっさんになるとわからんのですよ。それも代理みたいなのが来てね。